そうですね、あ、選手のコメントにもありましたが、英霊対決となるか、 YC 持ちダルシム対ウリョローズ、いってみましょう。お願いします。さあこの2人、10年前からトップを走り続けていたこの大きな舞台で、この令和の舞台でどれほどのプレーを見せてくれるか、モチ、そしてウリョ、さあいきなりスラで、さあスパークの下をくぐってきた、苦しいポイントが早速出ましたね、はい、やはりソウルスパークに対してスライディングであったり、ローズの中距離の強みっていうところが、はい、フロートであったりダルシムの長いリーチでうまく生かすことができない、なのでローズは追いかけないといけない側にもあるんですね。となるとジリ貧になるんですが、そこをウリョローズがどう攻略するか。まさにここまでの展開はその通りリードされるか。画面端取るぞ、こっからスパークを打つが、V のバスロを打っていたのはモチダルシム、しっかりと腕を伸ばしてラウンドを取る。これだけ見るとやはりこれはしっかりとダルシムをかぶせてきたと、そうですね、いうふうに見られますが、大将にいるということは策はあるはず。実際にスパーリングでウリョ選手かなりダルシム戦の勝率が良かったんですよね、はい、そうですね、そういったところを見据えているのかと。さしかしこのウリョはどうやってそのダルシム料理していくか。 EX スパイラルから、さあうまく持ちがスライディングからバーナー発動、流れを自分のものにしていくか。ウリョはどう切り返す。この画面端イリュージョン投げてからのもう一つ投げて、まだタイマーあるぞ、おっと3つ目かなり減ってるぞ、いいうわ4つ目倒しきった。まさかの投げでのリーサル見えていたか。いい発動の形になりましたね、はい、V リバーサルが打てない状況での発動になっていたので、まず投げを2つ通す、そのあとラチキョーパンパニッシュからのという、さあそして立ち回りの何かリズムも変わってきたように感じるぞ、捉えている。画面中央、さあ持ちは距離を取って仕切り直したいところ、めくっているピエデからの誘って打ち取るウリョらしいプレーらしいですね、本当に。さあシフトを置いて、ウリョ1本、ただ持ちダルシムは両ゲージマックス、火力が出る、うまい。さあ浮きながら、ここは追加入らないがスパーク無理やり倒しきった。中央でのこの火力か、素晴らしかったですね。持ち選手としてもかなりドリルキックで触りに行けていましたし、悪くはなかったのかなという展開でしたが、ウリョ選手の返しが凄まじかったですね。伸びた手足に対してタッチキックからの、そうですね、持ち合わせスパークになったりとか、仕上がったダルシム戦が片鱗を片鱗を見せてきましたね。田中さん、これ本来従来であれば世間の評価はダルシム有利で、はい、苦しいマッチアップですね、はい、ローズとしてはダルシムの強い部分が生き、ローズの強い部分が生かしづらい組み合わせになっています。なんですが組み合わせをこのウリョは無理やり勝っていくか。前ステップ2つだが、まあ、止めていた持ち、ここもさあ下をくぐらせながら、そうですね、有利を取って投げは抜けるが、上しっかりバイド EX なので追撃は入る。垂直体力リードはウリョローズ、でここも愛知特殊られ、サテライトはつけさせない、そしてのイリュージョン、いや V リはそうですね、そうですね、やるしかない、投げられたら終わる。さあなんとかしのいだ、ただどんどん前に来るぞ、圧がすごい。さあしかし3バーストまで、さあどうだ残るパンタッチコパ、しかし小技を置いて持ちがなんとか、いや取りはしましたが、持ち選手手も口元を押さえるような、そうですね、ヒヤリとする展開でしたが、いやしかしよく返しましたね。そうですね、今の流れで返したのはさすがの持ちダルシムといったところでしょう、はい、さあこの1点読みで綱渡りを渡りきるようなこのウリョのプレー、これは懐かしさすら覚える。スタンが近いが、いや、いい投げ、いい後ろ投げ、でここはもちろん画面端攻め続けないで迎え撃つか。さあ逃がさないぞと言わんばかりのテレポート、
リオはここで立ち受けから、うわ、危ない。さあ前捨て2回から大胆の攻めだった。これでしのぎ切りましたね。しのぎ切りましたね。大石差し返して体力リードはウリョ飛ばさせない。おっと、うわー、バイト見てますね。息もつかせぬこの戦いだが、やはりウリョがもう先手先手で技置きがちょっと特殊すぎますね。はい、あの勢いがすごいですし、そこまでなんか他のプレイヤーにもさらに前ステップが多い。そうですね、前に出る圧力で相手を動かしてそこに技を置いているような、思えばスト4時代、ウルフォー時代もそうだった。オンリーワンのプレーを見せる。このウルはローズを使って、相性の悪いと言われる組み合わせを無理やり覆そうかというところ。マトモヤイリュージョン、白ゲージは多い、しっかり取っている。さあこれはヒットしたぞ。ウリオにゲージは2つ繋がらず、うまくさばき切った。これで 1-1。 今の最後のも持ち選手を取りましたが、スラであったりタッチ強パンチの下段に対して密着を作りにいけるようなソウルピラストロ、あの早い展開で選んでましたからね。持ち選手も徐々にペースを取り戻してきたような。そうですね、落ち着きながらこのウリョの攻めに対してやはり、試合が重なれば重なるほど慣れてくる。そうですね、まあ、そのやはりプレッシャーはかかりますが、それだけ前ステップしてるってことは立ち回り遠距離でやれることが少ない、だから距離を詰めなくては立ち回れないということの裏返しになるので。そうですね、あくまでもセオリーと違うからこその攻め、分かってしまえば対応はできる。ただウリョのペースがリズムが速いぞ。差し返す、タネに挟んで後ろボタンを押していた。スラ先端ハイパン、これも当たっている。スパーク持続、スパーク戦をうまく使いながら、うわー、前捨てしゃがみ中パン、これはヒットしている。ヒット発動からいいダメージになっている。しかもダブルアップに連続の選択肢。さあうまくここは割り込んだ持ちダルチーム。うお、ここも暴れていくか。スパークスパーク白ゲージ満タン、しかししっかりと下段、とんでもない量になってましたね。白ゲージもう半分ぐらい飛びそうでしたね、はい、さあただここでもスパーク打っていく。選手のスライディング精度素晴らしいですね。すごいですね、見てもしっかりそれを釣るような動きも見せてますか。さあこの肉を切らして骨の奥まで刃を突き立てるようなプレーが雨量、しかし持ちがやはりそれを知っているか覚えているか、しっかり対応している。ステップここにはユニバーサル、無理はしない。次はどうするか、ユニバーサルでしのぎ切ってカウンター。おっとからのさあ CA があるぞ。白ゲージが、しかしあまりにも白ゲージが多い、はい、下がるか。白ゲージを継続するように、うまいですね。そうですね、打撃を当てていけばいいと。触っていれば白ゲージの回復を止められる。無理はしないですね。そしてファイヤー徹底してますね。いやーこの辺りはさすが相打ち OK、 お見事。この土壌に持ち込むことができればやはり持ち選手の独壇場ですよね。さあただ開幕いきなり使ってきた。さあ溜まったゲージうまく回していこうかというのはウリョのローズ。スパイラルも打っていく。ディープブレスからのファイヤー、はい、下をくぐってゲージがないのでウリョ選手はのらりくらりとやりつつ、カウンター安置 OK で技を振っているか。手前、さあドリーの着地は逃さない。シフトブレイク、さあ持ちはどうするか。そろそろ CA がたまりそうだが被弾している。スパイラル無理やりどうエフェクトして、うわー投げ前でのこのタッチキック、
ウリョが2本目いけるのかこの組み合わせ。今のラウンドなんかはそうですね、そのイリュージョンの強みを押し付けたという展開でもないですし、置き攻めで無理をしたという展開でもなかったですよね。普通に立ち回りで勝ったという立ち回りで、まあ、距離を調節してドリルキックの手前落ちを対処する、はい、またスライディングをするなどして台足からの置き攻めに行く、なんか幅広いですよね。そうですね、走り切ったと思ったら突然止まって急ブレーキを踏んで、まあ、これだけこの画面を広く使ったプレーができるにもかかわらず、来るときは一気に最短距離でとどめを刺しに来るようなこの緩急。さあこのウリョに対して持ちはどう対応しきるか。星は2対1ウリョリーチ先にリーチかけてますからね。やはりイリュージョンは機能しづらい、まあ、持ち選手が意識してウィーゲージを運用しているので、はい、基本的に発動ガード発動であればスライに対してブリバーサルを返すことによって、まあ、対処できるんですが、そこに頼るわけじゃないんですよ ね。 そうですね、ブリバーサルや V シフトシフトブレイクと、うん、V ゲージの運用も非常に、まあ、やっぱりその柔軟というか人の部分でキャラ相性を凌駕している印象がこれまで強い、はい、ウリョのローズ DNG の救世主となれるか。これが都合4試合目、星は2対1ウリョ優勢。どうするモチ、さあこれクラッシュカウンターパンチから痛そうだぞ、上が通る。さあバインド、そしてスタンチも相当黙っている。一気にさあさあモチが解ける、あまりにも痛い。そして攻めはまだ続け、ひどすぎる、なんたる仕打ち。怪しいダンスがこれでリーチはウリョえぐいですね、ノーリ中段一瞬で終わった。なるほど、クラッシュカウンター一発でとんでもないことになりましたね。狙いと張らないなと思ったら、はい、パニッシュからのノーリ中段タックがあるんですね。そこもパニッシュが当たっている、差し返す橋ですよ。嫌な時間、もちろん早く逃げなければいけない。ブリバーサルも使って今日何をするか、どこを狙っているか。もちろんさあこれは反応が早かっただけに食らってしまうか。画面端ブリバーサルどうやって抜けるか。ここもスラはしっかり見ている。さあ刻んで前線を止めるか。いや終わらせに来てる、押し返す後ろ、スカシゲダンの形。さあ3バーストを当てて追いついた。ではどうする、知恵はある、うまく来るか。あー集まる、さあこれは当たらず前して、そこからしのぐか千人。さすがのメンタル、圧がやばいですね今の。そうですね、ステップですかそこで。おっとこれはバインド仕掛ける、ただ腕はまだ止まらない。うわこれもクラッシュカウンター、嫌な予感がする。ナイが一つ入って、持ちはどうする。さあパニッシュ、そこにはスラーカウンター、ただ投げ返しているのはウリョ、シエがあるぞ。しかしシエ決まったか、なんという圧力、まるでロードローラーウリョローズ DLG を救って延長戦へ。あ延長戦だマジか、いやー来ましたね。いやー衝撃的な試合。